鈴市にはニュースエブリーの鈴江奈々キャスターがいます。鈴江さん、鈴の様子を教えてください。はい、私は今、鈴市松陰町に来ています。今回の取材で私は、鈴市の松陰町の他かに、凧島町、そして放流町を取材しました。多くの地域で、今も後ろにあるように家屋が倒壊したままとなっていました。 そしてこの先の道路を見ていても隆起したままで、そして倒壊した家屋も道を塞ぐような状態になっていて、通行がしにくい状況が今も続いている道があります。また、その鈴市では現在もほぼ全域のおよそ9割で断水が続いています。被災された方にお話を伺うと、とにかく早く水が戻ってほしいという声をたくさん聞きました。 水が戻戻ららなななななないいいとこのの地域にかかか、人ははってれでそんなお声もありました。一方で水道の復旧工事をする方に取材をしますとやはり被害が甚大で実際に工事を進めていかないとどれほど被害があるのかというのは分からない部分があってその復旧の見通しというのはなかなか立たないというお声がありました。 ただ、避難所で生活されている方は、その見通しが立たないことに不安を募らせている、そんな状況が見られました市川さん。鈴江さん、今も復旧が進まないというお話ありましたけれども、鈴江さんご自身もいろんな被災地をこれまで見られてきて、今回のこの能登半島地震の3ヶ月経った今というのは、どんなふうに感じられましたか。はい、あの東京にいますと 正直、この能登の被災地の状況というのがこの3ヶ月の時間の中で見えにくくなっているなというふうに感じていましたで実際にこの能登の方に足を踏み入れてみると本当に3ヶ月という時間が経ったのだろうかと思うほど時が止まっているような地域が多く見られましたで私が実際に取材をしていてもボランティアの姿に出会うことがありませんでしたボランティアの活動が少ないというのを改めて実感します。 一方で、そういったボランティアの皆さん、本当は力になりたいというふうにも感じていらっしゃると思うんですが、やはり当初、ボランティアの皆さんに、こちらに来るのは自粛してほしいというふうに呼びかけられていたのが、今も響いているのかなというふうに感じます。 今のボランティアのお話ありましたけれども、こ3ヶ月経った変化というのを私たちもなかなか気づけない部分があるなと私自身も感じています。この被災地の方の言葉を聞いて、何か心に残ったもの、印象的な言葉は何かありましたかはい。本当にあの断水も続いて大変な避難生活が続いている中でも、おかげさまで、 であったたり感謝する言葉を多く聞きました避難所で生活されている方はまだ仮設の抽選が当たらずに待っているという方だったんですけれどもその方も一生懸命仮設住宅を作ってくださっている方がいるから水道の復旧をするために一生懸命工事している方がいるからだから待つだけですとおっしゃっていたんです。 でまたえ店舗が大きく損壊を受けた方も一つ一つの支援があったおかげで今、なんとか前を向くことができているんだもう感謝しかないというお葉もありましたそういった大変な状況の中で聞かれたその感謝の気持ちというのがとても胸にしみました。あの,の,との方、本当にこう、 あの温かい方ばかりで私も取材させてもらっているのにありがとうって言ってもらったりとすごくなんだかこう複雑な気持ちにもなるんですけれども皆さんの心がこの先、長期化する避難生活で心配になる中でこういろんな被災地を見てこられた鈴江さんから伝えたいことは何かありますか。はいもうぜひ 困っていることは皆さん声を上げていただきたいと思いますあの被災している状況というのがなかなか見えない中にあるだからこそぜひ声を上げていただきたいと思いますあの東京にいる私たちも何か少しでも力になりたいなって 常に思っていますあの t o のものをお土産で買ったりあるいはクラウドファンディングをしてみたりそんなささやかなことを私も日常の中で積み重ねているんですがそういう気持ちになっている方は本当にたくさん私の友人地域の周りにもたくさんいますぜひ困っていることを声を上げていただいて何か少しでも力になれたらと思いますそしてあの。 本当に皆さんのお人柄が温かくて、また会いたいなと思う方ばかりでした。またこちらにお邪魔して、農都の現状を全国にお伝えしたいと思います。鈴江さん、ありがとうございました。ここまで鈴江キャスターと一緒にお伝えしました。